はい、ということで今回は山口県下関市にございます伊見の宮神社に来ております。はい、ということで鳥居の向こう非常に珍しいものが見えてると思います。これはですね、本当に本当にリアルタイムといいますか、明日8月の7日から8月の13日、これ毎年8月の7日から8月の13日まで、行われるという須豊帝祭、須豊帝祭ですね。それの準備といったらいいんでしょうかね、でございます。およそね、もうほぼほぼ準備ができたところで私が、参りましたので、ほぼ同じ状態で、お祭りにね、参加すると、見られると思います。実際ね、お祭りの方は夕方夜からかな、行われるみたいですが、およそ1週間にわたって行われるお祭りでございます。じゃあこのお祭りが何かと言いますと、はい、昔ね、新羅ですね、あの朝鮮半島にある、新羅、その新羅の国にいた、将軍って言っていいんですかね、神林という、まあ、将軍がいたみたいなんですが、その神林がね、数万もの大、兵をね率いて日本に侵略してきたそうでございます。まあ、そのような事実があるのかどうなのかっていうのはね、ちょっとわからないですが、そのようにねこちらでは伝わっておりまして、後で映しますが、その神林、これがね非常に強くて羽まで生えていたという、そんな人物でございます。で、今ちょうど私が立ってるあたり、そこにその神林の首が埋まっています。そのね場所も後で映しますんで、ぜひ最後まで見てください。ということで、本当にね須豊帝祭というね珍しい、お祭り、まあそれこそこれが行われるのも日本で唯一この伊見の宮神社さんだけでございますので、もしお時間等ございましたら、下関ですので、例えば福岡とかね、広島とか、まあ私そう言いながら広島ですが、から行けたらぜひ行ってみていただければと思います。ということで、私も実はこの伊見の宮神社さんそのものの参拝はどうかな、3回4回は少なくともあるんですが、このタイミングでね、参拝に上がったことは初めてございまして、正直びっくりしました。なんじゃこりゃと思いましてね、すっごいタイミングできたなということで、本当にね、今この動画を公開している、撮影したのがねほんの、前日でございます。ということで、広島に帰ってきて急いで編集して動画を公開しております。はい、ということで、今回ね須豊帝祭が行われる伊見の宮神社さん、なぜここで行われるかと言いますと、ここには、中和天皇がね、頓宮というですね、一時的な、頓宮じゃない、安宮です、ごめんなさい、安宮を、ここに置いていたということでございます。7年だったかな、一時的な、分かりやすく言うと皇居みたいな形ですね、天皇が住む、その場所をここに置いていたということでございます。ということで、まあ、中愛天皇が亡くなって、その後にこちらで、神社を作った豊浦の宮か、もしくは豊浦の宮、ちょっとね2つ書いてあるんで、どちらが正しいのかわからないんです、どちらかが間違っているのかなとは思います。はい、そして、その中愛天皇を祀った後に神宮皇后もお祭りし、その後と応神天皇もお祭りした。で、あ、これね、はい、今この拝殿の前にありますのが大きな2つの上りでございまして、今映っているのは毛利家の上りです。毛利家の上り、最初に映ったのは乃木家の上りでございます。乃木家、あの乃木大将ですね、乃木丸助大将、昭和天皇がね非常に尊敬していたという人物の、乃木家の上りでございます。じゃあなぜ乃木家のね上りがあるかというと、乃木大将はこの調布というところで生まれて、そしてねこの伊見の宮神社非常に崇敬していたということでございます。はい、ということで、こちら伊見の宮神社さん、非常にね毛利家も大事にしてますが、乃木家も、ね、非常に大切にしているところでございます。で、実はね後で映るかな、あの乃木大将お手植えの木と言われるものも、実はね一番最初かな、一番最初の映像の左側にも映っておりました。もう一度後で見直していただければと思います。で、拝殿、ご本殿を正面において右手の方に
こちらの方にね、お稲荷さんがございます。このお稲荷さんもまあ乃木大将がね崇敬していたそうでございますが、もう一方ね、こちらの神社崇敬していたという方がいらっしゃるようでございます。それは山口県、まあ、岩国出身で、岩国といえばね、今非常に話題になっているグモーターのね発祥の地らしいんですが、その岩国で生まれ下関市で育ったというなんかねお相撲さん、はい、お相撲さん、大関までねなった方も、こちらに崇敬していて、こちらで、九州場所での優勝を祈願して優勝したかということで、そのお相撲さんにちなんだものがこちらにあるということでございます。ということで、まあ、お稲荷さん商売繁盛とかねなんですが、まあ勝負にもいいということでございましょうか。はい、ということでこれねお相撲さんの可愛らしい石像でございます。はい、じゃあそのお相撲さんが誰かっていうと、まあ私もね現役は当然知らないんですが、この後ね移ります。はい、左上の方にちっちゃくね離れごまと書いてあって、解決っていうんでしょうかね、という方でございます。ということで、話の途中になっているんですが、ご参拝をいただければと思います。はい、ということでお参拝いただけましたでしょうか。このね祖法定祭、先ほど言いましたが8月の7日から13日毎年ね同じ日に行われておるようでございます。そしてここです。ここが、新羅からね日本侵略してきた、人鱗の首が埋まっているところでございます。そしてこの目の前の木、この目の前の木はね、なんと竹の内の宿根、もしくは竹内の宿根と言われる、まあ、いろいろな、ね、氏族の先祖にも当たると言われている人物のお手植えの木の子孫ですね。もちろんこんなちっちゃいんで子孫でございます。はい、ということでそのようなものもございますし、先ほど申しました乃木丸助大将はね、お手植えの木というものがこのね、最初に映った鳥居の左側に映っている大きな木、あれがね乃木丸助大将お手植えの木と言われているそうでございます。であとついでにはね、乃木丸助大将はね、尼子参院のね、戦国大名だった尼子氏の所流分家の流れの家なんですが、他に乃木大将お手植えの木松だったかなというのはね、善光寺だった、ちょっとね いつもねよく分かんなくなるんですけど、正しいお寺の名前入れておきます。松江にねあります。はい、そこの地名が乃木でございます。ということで乃木大将のね名字の地だろうと思われます。ということで鳩さんがね非常にいいタイミングで、飛んで降りてくれました。できればあと30センチね私に近ければさらに良かったなというふうに思っております。ということで、この弓宮神社さん8月7日から13日にね、先ほど言いました祖法定祭というお祭りがございます。先ほどの竹ね、これというか下にあった竹ね、あれなんとね長さがね30メートルあるそうです。そして重さが100キロです。はい、30メートル100キロ、あれがね人がね担ぐのかな、ちょっと私実物見たことないんですが、そういう非常に面白い、お祭りなので、ぜひお近くの方は行ってみていただければと思います。そしてこれは、拝殿ね向かって左側の方にある、末社さんでございます。本当にね神社は一つなんですけど、合祀されている神社の数が 10以上ありましてね、大年の神がいっぱいいらっしゃいました。あと大山積の神とかね、高岡神もいらっしゃいますね。あと水浜目、ちょっと後で写真写すんですけど、そこにちょっと、写真のね大きさの都合で写ってますけど、あそこ上にあるね合祀された神社の数でございます。その下に、神様祀られている神様がいっぱい書かれております。後で写真出ますが、水浜目はねちょっと
写真の大きさの都合上切れておりますが、はい、こんだけいっぱい神様がいらっしゃいますので、もし行かれた時はね、こちらもご参拝ください。で、最後に忌野宮神社さんのね、由来、由緒、ありますので、もし読んでいただければと思います。忌野宮神社さん、非常に面白い神社です。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。